こんにちは、森です。こんにちは、みゆです。今日はみゆちゃんはカメラマンで、はい、よろしくお願いします。今日は、埼玉ゴルフクラブにまたお邪魔しております。ありがとうございます。いつもいつもお世話になっております。で、今日はいつも練習場でレッスンしてたと思うんですけど、はい、アプローチ練習場も結構ついてるのでちょっとそこを使ってレッスンをしていけたらなと思います。はい。で、よくあるのが、よくあるっていうか、よく聞かれるのが、その高いふわっとしたボールのアプローチを打ちたい人とか、まあ、転がすのは多いかな、できる人多いんですけど、それをまあピッチングとか9番とか出るのが一番早いは早いんですけど、はい、でもいろいろ何本持ってグリーン周り行くの大変じゃないですか、うんうん、特にこう暑い時大変。56とかサンドウィッチでその2種類のアプローチの打ち分けの仕方っていうのをちょっと今日お伝えできたらなと。で、なんでかっていうと、やっぱどうしてもセカンドショットとかサードショットとかトップしちゃってグリーンの奥行っちゃいましたと、まあ、絶対あるじゃないですか、1ラウンドしてたら。あります。で、やっぱ奥からのアプローチってどうしても下り傾斜になりやすいんで、低い球で行っちゃうとコロ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 っていってまたグリーン出ちゃいます。うん、となると行ったり来たりの原因になっちゃうんで、よくやる。やっぱ100ギリ目指す上ではちょっとそこが無駄になっちゃう可能性が高いかなっていうところで、はい、まあ、近くに寄らなくても必ずグリーンで止められるようなちょっとアプローチを見ちゃうとか、あとはその高いボール打ってみたいなっていう人にちょっとお伝えできたらなということで、今日はそのレッスンをしていきます。はい。2種類っていうのはふわっとしたボールとコロコロって転がる2種類。そうです。あ、2種類です。使い分けるんですね。はい、分けます。分かりました。で、持ってるのはサンドウェッジ。はい。私58度だ、まあ、58とか56とか S とかって書いてあるのを使ってもらえたらなと思います。まずふわっと上げるアプローチの構え方をお伝えしていきます。え、構え方から違うんですか、そういうのって。違います。知らなかった。こう、まあ、ショットのちょっとミニマムサイズみたいな構えていくとこうなるって言うんじゃないですか。はい。ちょっと左足を下げてオープンスタンスにします。で、ボールは気持ち、まあ、左足と違う、ちょっと左が真ん中でも若干左、はい、いつもだとこの辺だとしたらちょっと左に置いてオープンスタンスに構えます。で、ここからが重要。ここでフェース開く人結構多いんですけど、フェースを開かないで手元を中に入れる。へえ。ハンドレートって、ハンドファーストとか聞いたことありますか？あります。その逆、ハンドレートにして、はい、この状態で打っていくだけなんですけど、その時に気をつけてもらいたいのは、ハンドレートに構えたらヘッドを走らせる。極端に言えばこういう感じ、ヘッドを走らせる。絶対剣をこうやって前に出していっちゃダメですよ。なんで前に出していっちゃいけないかっていうと、手元を前に出すとロフトって立つんですよ。今上げたいボールに対して真逆のヘッドの動きになっちゃうんで、必ずヘッドを走らせる。 OK ですか。さあ、ボールをちょっと左、オープンスタンス、ハンドレート、で、その状態でヘッドを走らせるっていうのをちょっと踏まえて打っていきます。はい。視点は真ん中ですか、手の視点は。手の視点は真ん中です。真ん中に持ってくるって感じです。あー、イメージだ。はい。ちょっと左、オープンスタンス、手元を中に入れてヘッドを。おー、ちょっとボール上がるんですよね。甘えて左側に置いておきます。ハンドレートにね、ちょっとふわっと上がるの分かります。普通に言うとどのぐらいの高さになるかというと、はい、それがないと思うんですけど、確かに、あ、高さが違いますね。そう、全然違うじゃないですか。はい。普通に言った時はそのままこういう感じ。横からも取っとこうかな。これを左に置いてハンドレートにして、ヘッドを走らせますってやるとちょっと上がるんです。はい。なんでフェース開いちゃうと、まあ、フェース開くのも必要な時ありますよ。すごいこう高いボールを本当に出さなきゃいけない、アリソンバンカーみたいな高さの、うん、なんか
で、その下から打ちますとかあるけど、大体グリーンの奥からのアプローチでそんなに林開かないといけない状況っていうのは、一般ゴルファーが回るゴルフ場ではあまりないんです。まあ、プロの試合でどうしてもグリーンが速くてとか、止まんないから止めないといけないとかって時は必要になるんですけど、普通のよく行くゴルフ場ではあんまり必要ないんで、フェース開かない。開くと上げたくなるじゃないですか。うん。どうしても。はい。いません？フェース開いて、こうやって上げようとして。ああ。で、こう、すごいボール右に行っちゃいますよとか、はい。ふっとしちゃうと、フェース開いて、こう、なっちゃうよとか。いる人いるじゃないですか。はい。そういったフェース開いた状態で、開いた状態上げようとしちゃうと、この歯が浮くの分かります？うん。そう、この歯が浮く状態がトップとかに繋がりやすくなってくるって感じですね。なんでこうフェース開いちゃうと上げようとする意識がついちゃうから、ハンドレートにすることによって、こうなってた、この手元の位置はこっちに来るとフェース自然と出るの分かります？はい、こうやって分かります。なんでハンドレートにした時とフェース開くっていうのは、まあ、少し似たような状況になりやすいんです。うーん。であと上げる動作が出にくくなるっていうメリットがあるんで、フェース開かないで手元を中に入れて、フェースと走らせる。やってほしくないのは、中に入れて手前に出すこと。はい。そう、せっかくフェース開いた状態に持ってきてるのに、すぐ出してます。うん。コロコロコロって行きやすくなるので、そこだけ注意してもらいたいかなっていう。確かに。見てて怖いですね、そのボールが行くと。もう超えちゃいそうで。そうなんだ。そう、ハンドルで、ちょっと手を前に、こうやって出す。さっきやる、要は、あ、次にやる、まあ、ランニングアップレートに近い形になっちゃうんで、やっぱ上げたい方はハッピーになる。正面から普通に構えた時はこんな感じ、構えだけ取っててもらえば大丈夫です。で、上げる時にスタートしたらボール左、フォークは手元の中に入れてセットをっていう感じ。それで簡単に上げるアプローチができますよっていう感じです。なんか質問は、まあなんか質問あったらコメントでください。確かに。姉ちゃんだけじゃなくてね、こういう場合どうしたらいいんでしょうかっていう場合もあると思うんで、うんうん、それをちょっとコメントで教えてください。教えてください。じゃあ、アゲルアパッチはじゃあこれでできました。はい。次、コロナスアプローチですね。はい。もうめちゃめちゃ簡単にきてるのと、本当に始めたばっかりの人とかは、全然ピッチングとか、キューバアイアンとか使って、普通に打ってもらえれば転がります。うん。が、やっぱりこう、3番ウェッジでランニングアプローチするのと、9番でやるのだと、多少スピンの入り方が変わるんで、若干転がってはいくけど、ダラダラダラって転がっていかないで、ちょっと止まりやすくなってくるっていう感じ。え、転がした方が止まりやすくなる？サンドウェッジでランニングアプローチしてあげた方が、なるほど、はい。止まりやすくなってくるっていう感じ。で、そのランニングアプローチの構え方は、これはちょっと簡単ね。右足の前ぐらいにボールを置いて、両足ともちょっと、目標方向に向ける。時計の針でいうと11時方向ぐらいに両足のつま先を向けてあげる。さあさあさあ、カメラの向こうで姉ちゃんやってます。でそうすると手元が左足の前ぐらいに立っていきますよね。うん、はい。でこれはもうさっきとは真逆で、しっかり手を前に出していく。逆にヘッドコーチは走らせないで前に出していく。で右手のこの手首の角度を変えずに、へぇー、立っていくっていう感じです。で、その時、左足にしっかり体重を8、2ぐらいでかけといてあげて、その体重の割合を変えないようにして、打ってあげる。そう。結構多いのが、手前に出していこうとすると、その反動で体が右にこうやって倒れちゃう人結構いるんですよ。こういう形。逆にボールが上がっちゃうんで、私それですね。体重は左に乗せたまま手を出していくっていう感じ。ちょっと右に右に置いてそのまま前に出す。うん。さっきもボール上がんないじゃないですか。はい。
この2種類があれば使い分けられれば大体グリーンをアプローチ外すことはない、うんうん、それがいい例、うんうんうん、で悪い例としてはこれを前に出そうと自分がこうやって倒れちゃう後ろに重心になっちゃってる重心気をつけて私やりますよね前にちょっと手前の芝が降るんでちょっと逆目こういう目がこういう風に入っててボールがあって向こうに打たないといけないって時にザザッてなっちゃってあんまり距離が出ないとかなりやすいんで画面の体重は左に乗せたまま打ってあげるとちょっと転がってピンに寄りやすくなってくるっていう。へえ。この2つをちょっと使い分けられるとまあ、どんなゴルフ場行ってもアプローチで行ったり来たりみたいなのはなくなるんでちょっとその2つを押さえてもらえたらなと、はい、思います。はい、じゃあふわっとしたボールはこう比較的ちょっと小高いグリーンがちょっと高めなところはふわっとするボールじゃあ例えばノッカルだとそうだしちょっとバンカー越えたい時とか。ああはいはいはい、それだと転がるようなボールだとバンカー入っちゃいますもんね。そうなんですよ。逆に転がるボールを使う時のなんかイメージが湧かないんですけど、手前が花道でピンが奥に切ってあって、はい、手前のエッジにボールが止まりましたとか、はいはいはい、エッジからピンまでの距離が長くてこっちにボールがあると。ああ、パター使うにしてはちょっと長いけど、はい、はいはい、でも上げないんだと入れるイメージとか近寄るイメージが湧かないなみたいな。ああなるほど、に使ってあげるっていう感じ。わかりましたなるほど。何も障害物がなくて転がせるスペースがある場合はできるだけまあそっちを使ってもらった方がちょっとより安い。私はまだアマちゃんだからパターを使うところですな。そういうところですね。もう本当にキワキワでやってもらえるといいかなっていう。さあ、みーちゃん試験の時はまだスイング9番とかの方が失敗しないと思うんで。へえ。その50このサンドウェッジでこうやってロフト立てて打つよりかは、はい、ピッチング9番でポーンって普通に打ってあげたらコロコロコロってうまくいく確率が高いんで。今まだそれみーちゃんがやってもらってたり、はい、1本でこう打ち分けたいっていう方もいらっしゃると思うんで、うん、その時はそういう打ち分けをしてあげてくださいっていう。わかりました。なんでちょっとそれを意識しながら、はい、打ち分けてもらって実際にやってみた感想をコメントでいただけたら嬉しいです。嬉しいです。質問等もあったらぜひよろしくお願いします。お願いします。以上になります。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。バイバーイ。